密輸に使用されたスクーナー。酒の荷受けが行われる地域一体は酒屋通りと呼ばれた。酒屋通りはアメリカ合衆国における禁酒法の時代にヨーロッパで製造された酒を積んだ密輸船が停泊していたアメリカ領外地域の通称である。一般にはニュージャージー州からロングアイランド島のモントーク岬にかけての沖合を指す。 飲料用アルコールの製造販売を禁じたアメリカ合衆国憲法修正第18条は1917年12月18日に議会を通過し、批准のために各州へ送付された後にミシシッピ州を始まりとして順次承認されていった。同時に執行法であるボル、ステッド法も1919 19年10月28日に成立し、 1920年1月17日より、いわゆるアメリカにおける禁酒法の時代が始まった。これに伴い、アメリカでは、種類の密輸、密造、密売が横行するようになった。当時の合衆国外周18,700マイルは、どこでも密、輸入種の搬入経路となったが、需要供給の関係からいくつかの経路に集中するようになり、 ニューヨークやボストンが位置する北、大西洋ルートは、その主要な経路の一つとなった。ヨーロッパから、大西洋を渡ってやってきた、密輸船は、アメリカ領海外上に連結して停泊し、ここに密輸業者より依頼を受けて海岸より小舟を出して、買い付けに来る方式が取られた。海上での取引を揶揄して、いつしかこうした取引が行われる地域を、酒屋通りと呼ぶようになった。 ラムランナーのウィリアム・マッコイアメリカ側から酒屋通りに向かう小舟はラムランナーと呼ばれ、荷受けは主として漁師が副業として従事した。荷受け業は危険を伴うが儲かる仕事として人気を博し、ロングアイランド島はラムランナーの滅カとなった。ラムランナーには漁師が持つスクーナー型の漁船がそのまま使用されることが多かった。小舟であるがゆえに速度が遅く。 警備艇に逮捕される率は非常に高かった。このため、積み荷をカモフラージュするため、船底を二重化したり、潜水艦と呼ばれるタンクに酒を入れて、海中を敬引したりと、様々な仕組みが考案されるようになった。密輸業者として、多大な富を築いたウィリアム・マッコイは、積み荷面積を大幅に縮小する、麻布縛りを考案し、同時代の多くの同業者に広まった。 無法化する大西洋岸での取り締まり強化を目的として、アメリカ政府は1924年、沿岸警備隊の補強予算として1400万ドルもの予算を成立させた。これによって、高速警備艇やモーターボートが取り入れられたほか、海軍より20隻の魚雷駆逐艦と2隻の総海艇を譲り受け、ラムランマーに対抗しようとした。また、北。 大西洋ルートを通る密輸業者にはイギリス人を中心とした組織が多くあったことなどから1922年頃よりイギリス政府へ働きかけを始め1924年1月ワシントンにて密輸入主会議が開催され両外打歩に関する政府官条約が取り付けられたこれによってアメリカの海岸線から1時間以内で到達できる 航行距離内において、アメリカ係官による臨、臨権、積み荷の応酬、船舶の逮捕が行えるようになった。同様の条約は、順次、デンマーク、ノルウェー、パナマ、フランス、ドイツ、オランダ、カナダなどとも締結された。こうした、警備体制の強化により、1921年には23隻だった。 密輸船捕獲数は1927年には353隻となり、酒屋通りでの密輸行為は激減した。当時の財務長官であったアインドリューメロンは、悪名高い酒屋通りをすべて排除したと宣言するに至った。ありがとうございます。